波に向かって蹴ってたのは沖縄だったの、あれ日本海側だと思ってた。ロングシュートはドライブをかけて、いるんだ、ロベルトスピードを込めたドライブシュート、テリーマンシュートができないと一流とは言えないぞ。またいけ、どうなった、どこ行った、ロベルト、これは難しいよ。ああ、これドライブシュート開発費用だ。ロベルトがそばにいて教えてくれたらできるかもしれない。弱音が。でも自分なりに練習するしかない。俺は日本での全国制覇 V3 を引っ提げてブラジルに一人殴り込むんだ。ほう、ロベルト。はい、話はよくわからんが、なんとなくわかったな。そこまでわかんなくていいんだよ。おい、あんまねえ、あんまねえけど、一試合投げからどうでもいいんだから、これぐらいでいいよ。さあ、いよいよ開幕しました。静岡県南葛中学の史上初の大会3連覇なるかで注目される第16回全国中学生サッカー大会。各地の県大会を勝ち抜いた精鋭47チームがグランドに照りつける8月の灼熱の太陽に負けない熱戦を繰り広げてくれることでしょう。ああ違う違う、なんかついちゃった。いよいよ全国大会か。いらっしゃい。あ、パイシーさん、あれまた来た、また一回離脱した。カミソリに沢田くんだっけ。マンツーマンのマークが徹底した典型的な守備型のチームだ。しかし守備型といっても BGM 下げてえのこれ。みんな股間が黒いんだ。決勝ゴールを奪って、こちらのペースを乱されないように初戦を勝ち V3 を目指していくぞ。監督の顔の印象がないんだよな、はい、誰にも渡さない優勝旗は大会最終日もう一度。これ日向君と最後握手するやつだっけ。注目の一戦。じゃあこれカルツ君とか出てこないんだよ。海外の話じゃないのかな、あんのかな。でもあ、いやパッケージにはいるな、結構話飛ぶんだ。来た、2枚刃来た。あんたのマークは俺がする社会よろしいな。中学生の子のあいつが大阪の決勝で中西から決勝ゴールを奪った。そうだか、俺のカミソリは2枚刃だぜ。南葛中のキックオフ。いや、ファミコン版がいかに秀逸だったかってことだよな。試合開始です。翼くん、シュナイダーまでありますよ。へぇー、そっか、カミソリシュート。まずカミおつくらいった、いけるかな、これ無理か。あ、無理だった。そりゃそうだ、さすがにそういうことはできないゲームになってんだよ。よくできていい。よっしゃ、やるね。滝君はどこへ。よしよし、いいとこ。まだ早いか、まだ早いが、あ、いや滝君で一回削ろう。いやいや、滝君が優秀すぎて勝手にやってくれた。もうガッツないの、なんか足んないんだけど。やれるだけやろう。バツ3か。グッドが出た。2200削る、無理か。音量でかい。おい、まだいるよ、まだいるよ、上がろう。ダメか、あ、いた、いやいや、こぼれた。オッケーオッケーオッケー。おー、誰、そこにいる人、そこにいる人。そうそうそう、石崎だった。一撃、石崎、お前な、今ならいけそうな気がする。お前じゃあんな、こんな低いのダイビングボール、まるまるいつ、やめてやめて。よし、オッケー、580から削れてるかな。
こぼれたよ。木杉くんいないの？木杉くんとかいないの？ああ。あれはすごいよね。あれは発想なかった。でも原作はいけないの。ああ、すごいの出ちゃった。ソーダくんじゃねえかよみたいな、あのリーゼントみたいな。いや面白いよ。声優に違和感があるけど元からあんだったの。なんかバンキシャみたいな声優がいる。おうおう。三角、三角。いける。三角失敗した。今数字いくつだった？おお、オッケーオッケー、ゼロになったのか。あ、ゼロになった。早く早く。誰にパス出してんだよお前。選べないんだ。おお、いいねいいねいいね。よしよしよし、きすぎかなこれ。だった。砕いてやる。翼がちょっと出るか。ちょっと違う、ちょっと違うんだよ。ちょっと違うんだよそれ。もうパワーシュートじゃん。てか俺さ、あのドライブシュートまだ開発できてないんだ。どこでタイミングくんの。うーい、終わった。弱い。あ、減ってねえじゃん全然。別にちょっと時間経っちゃった。いいよ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 。うわ、超強い。ちょっと割られちゃう。割られちゃった。キスギなのに。ていうかちょっと相手のチーム色が似てる。なんでこんなに取れないの。カミソリスタイルが切れちゃうよ。いける。タイミングが分かんなかった。タイミング難しい。え、あ、ここよし、来た。鶴亀さんいらっしゃい。よし、ナイスだよナイスだよ。すごく来てるよ。すっげー来てるよ。お前が、お前が走れ。おい、早いよ。マジでか。なんだよお前。なんだよー。つか今絶対ライン OK だったって。だよ。あー、割れなかったけど行った。そうだってこんなふうに。お前を殺す。もっちくらー。負けたー。ギリギリ負けたっていうか落ちた。おー、スライディング伸びる。誰、キスギか。しかも翼ダメだこれ。翼が落ちた。よし、ナイス。いいよいいよ。伊沢はいいよ。滝くん、もう行こう。ビリオドの向こう側へ。翼なんかマックスなんだけど体力。いいよいいよいいよ、すごくいいよすごくいいよすごくいいよ。行き過ぎ行き過ぎ。翼が出る出る。翼出る。うっず、うっず。来すぎがいるはず。てかお前何してんの勝手に。バツバツ。伊沢のいいじゃないいいじゃない、すごくいいじゃない。ああちょっと2人もいんのか。取られた。いるよ誰か。よし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 。秘密兵器長野が。あー負けた。あーギリギリ負けた。何やってんだ。よし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 。なんかすごいとこにあるよ。翼くんっぽくないとこにあるよ。よっしゃ。もういいよ、センタリング上げよう。あーだけな。ダメなの。ソーダがやばいな。これやばいぞ。イベント入ったぞ。これタイミングわかんねえパターンじゃん。おおおお、何負傷反則。切りもんじゃったじゃん。反則か。一旦マークについたらどんなことをしても止めるぜ。たとえそれが反則でもや。反則でも。あ、ダメなんだ。へえ。勝手。奇跡ナイス。
お前ならいける。ジャンピングボレー、ボレーの前のボレー、ちょちょちょ、四角丸果て、間違えちゃった。そうなんだ、怪我させるためにやってるみたい。相手今数字いくつだった、580、減ってねえじゃん、これなんか減らねえか、こいつ。韓国がたまにやるやつ、そうだな。よし、パワーシュート行こう。いいね、遠くて見えねえけど、伊沢こんなに、待て、いいね、伊沢やるね。あんまだな。あ、530、ダメか。おい、伊沢決めた、これ。伊沢やったぞ。パーセント的な問題なのか、マジか。伊沢ここで決まると思わなかったな。まあ笑ってる場合じゃねえ。いや伊沢はいいよ、伊沢。よし、はい、一発でもクリティカル入ったら勝ち。これが主人公ハズ。伊沢はね、いいんだよ、あの髪型。これピンチだ。あーダメ、ここ結構今今回意識したんだよ。いるよ、いるよ、キスギが。違うのあれ、タキ君はいるよ、タキ君いるよ。うちの姉貴はでも軟骨あんま好きじゃなかった。ダメか、また抜きされた。これは無理だ。あ、でも減ったな、ずいぶんこいつ。マジで丸四角なんたら、丸四角、丸丸四角でいいか。誰かいるはずだ。どうした、ほんと？やれるだろ。よっしゃ、お前やるわ、お前やるわ。なんだよこれ、もともと入ってない。そういうことか。え、今失敗したらでも負けたんじゃないの。おお、気持ちで負けない。よし、キャラは負けてたけど。タキ君ならいける、タキ君ならいける、タキ君だった、だからいける、いけるよ。はあ、当たり前だよ。本当だよ、はい、そう。ちょっと待て、いつ、くー、そうだつー。でもに、いいよいいよ。ああ、入った、普通に入った。じゃあ2200もあったのかこれ。うわー、いったわ。なんてやつや。ねえ、やったよ、やった。しまった、今のプレーで。え、マークされているだけでクロスプレーが多い。南葛がこのまま負けることがあるとすれば、あ、それは翼の怪我だ。翼で、翼いなかったら負けるってことでしょ。いいこと言うな、当たってっけど。倉持くん、それ。林くん、キャッチ。後を出します。いけ。いけるか。よっしゃ、負けた。最後のクリティカルで負けた。そうだよ。てか奇跡くんもいるから大丈夫だよ。ここのセンタリングとかで大丈夫。マジで。バツバツマ、バツ四角、バツバツ四角でいいか。間違っちゃった。でもちょっと弱かったからいけるでしょ。よし、木が危なかった。伊沢なら大丈夫、勝てる。よし、終わった、10番終わったぞ。センタリングはないの。これ滝くんでしょ。ここは滝くん行ってくるでしょ。ナイス、お前ならいける。この集中戦、
魂打ちする。もうちょっと俺こっち行こう。そうだいるな。そっち行く？そっち行っちゃう？なんで来すぎてお前、おい翼無視、翼無視だ。翼完全無視だけどいいよ。丸バツバツで行こうかな。じゃあ全クリティカル行きたかった。割れた。あ、普通に取るパターン。やる。死んでる。ソーダが死、ソーダかな。どっちまで行った？よく見たら下にレーダーあったの。ちょっと頼むぞ。やる。ああ、ソーダに勝ったぞ。ナイス。ナイス。顔、顔がよく知らない人。伊沢で行くか、この辺り。あ、伊沢。ここ無理だよ。絶対ダメだよ。絶対ダメだよ。オフサイドだよ。よし、行くか、行くか。たまにマジ線出してくるから、あいつら。よしだ。よしだ、取れない。これなんか、通知的に分かんねえな。どっちが強いとかな。あ、もうロスタイムじゃん。勝ちじゃね。え、前半まだいいわ。バツしか、何バツバツ仕掛けていい。いや、丸バツ。よっしゃ、なんとか、なんとか2センチ近い。ダメだった。へえ、もういいよ、もういいよ、これで終わりでいいですよ。まだやんの。勝っちゃった。伊沢じゃねこれ。いやバカじゃねえの。なんだよ、なんでここで終わるんだ。前半終了の笛です。前半南葛リードで折り返します。ああ前半か。翼は怪我をしてる。この調子で王者南葛から勝利を奪い取った。怪我イベント来る。ん、翼どうした？なんでもないよ。なんでチーム内でわかんないの。みんなの士気が上がっている今、ケガのことを知らせてはまずい。いやまあとりあえずもうちょっと入れていきたい。ただやっぱ翼がいなくてもまあ入れられるってことも分かったから。試合開始です。タイミング次第よ。アーチ君、それ。なんで自分のチーム、ああちょっと待て、自分のチームが把握してないこと敵が把握してる。ダメかな。あーこれだ。ナイス。だからそこまでいかない。負けない。よーしゃー。そうだ、意外とドリブルないの。カミソリシュースライディングとか。うん、いいじゃない。もういっちゃおうか。おーシュート。キーパーだけだ。あーキーパーに負けたもん。キーパーシュート打てなかった。キーパーに押し負けた。あいつやるな。よし、いった。6射いった。危ねえ。危な。たまにはこっちに出してみる。あー戻しちゃった。ダメだこれ、危ねえわ。やっぱ滝くん、石崎、いやー翼届くわけねえ。岩見くんで、もういいよ、長野くん行っちゃおう。長野くん実はなんか隠し玉っぽい。うーん、嘘でしょ。こぼれだよね、こぼれだよね。あ、出た、ドッジボール。おし、これ誰？おい、翼くん持っちゃってんじゃん。いや、まだなんか使えないみたい。センタリング行こう。伊沢の勝ったよ。伊沢飛んだ。しかし、あんまり技がない伊沢。丸なんたら丸。ダメだったか。ハイパー2000超えたもん。これ入んじゃね。
あ、これ入んじゃね。やる。伊沢だわ。これは伊沢だ。いやー疲れる。第1球のキックオフ。喉やられるこれ。倉持くん。よし。よしいいよ。翼だしなこれは。いけるわ。伊沢はイケメンなんだ。タキ君に出してあとは任せよ。発動出します。安心感のタキ。翼くん怪我してるって言ってたけどあんまよくわからん。ちょっと待てよ、どこにパスしてんだ。ああ伊沢はそうだ。奇跡がいいとこ、奇跡のいいとこ見たい。奇跡が、あ、そ、あ、そっち？いや大丈夫じゃね？これでもぶつかるな。肩な、脱臼なの？負けた。負けたわ。佐々木。翼どうしよう。よし。いい勝負。最高の状態で切っていくパス。昔は見ていた記憶を探す。あ、そう。なるほどね。よし。リベンジ失敗っていうかめちゃめちゃ強いんだけどこいつ佐々木。誰佐々木？知らないな佐々木は。これあかんね、これあかんね。翼、おお、ナイス。いいよいいよ。キスギは負けない。キスギ君、よし一気に抜き去る。キスギ君そんなとっぽい高い。ああ、もうよっしゃ。なんとかちょっとわけわかんない展開になってきた。よし、もう危ねえ。そうだそうだ、マジ危ねえ。もう行っちゃう。来すぎいいのよ。よし、いいんじゃない。でもあんまり数字高くない。まあダメだった。安定感あるよな。あと伊沢くんの結構爆発力。滝くんの、滝くんの謎の信頼、信用、信頼度。よし勝ったよ。この顔の分かんないやつの玉の活躍。発動出します。発動出します。いいんじゃない、いいんじゃない、非常にいいと思います。タキ君は私が勝ってミッドフィルダーだよね。なんでこんなにいいんだ。あ、そっか、翼はもっと後ろなの。オーバーヘッド1個。タイミング分かんない。いいよ、非常にいいよ。へえ、あ、勝ったんじゃねこれ。これ勝った。1000あるぞまだ。これで入んなかったよ。そうでしょ、勝ったな。伊沢は後ろ前、木杉は前にいたけど。翼ってそんな前にいる人じゃないの。ダメだった。さっき見たのこれデジャブ感が強い。なるほどね、そういうことあんだ。三角丸丸、すごいかっこいい。
なんでだよ、なんでだよ、ハイパー。おお、マジか。何が起きた。無茶すんなよ。どこかに当たってくれじゃねえよ、お前取れるだろう。危ない、キーパーまだ倒れている。ちょっと待てー。おい、お前ら真面目に取れや。全然取れてないよ。伊沢くんに渡すか。余裕だったんだぜ今。体のどっかに当たってくれ。 やってるタイミングじゃねえんだ。残念ながらキャラで勝ってる。やる、やるぞこれは。そんなことあんの。てか なんだよ、ちくしょう。翼無視して次に出しやがった。やる、よし、いいね、なんとかなった。2000近い勝ったんじゃねこれ。あーダメか、こいつもプライドバットが。さあこぼれた、翼が拾えればいいけど、誰拾った。これ伊沢くん、なんで三角真四角って。わあ、間違えたけど、いいよ、悪くないよ。ちょっと線は無理。ああでもしぶかった、安定キャッチ。すいません、まだあれか、3点取ってないんだけど。えんちゃん、すいません、もっと戻った方がいいんだ。翼のポジションはもっと戻ったり、あ、なんだ。マジで稲妻イレブンってそんな感じなの。おお、ロンドビルさんいらっしゃい。三角四角丸三角四角、うわ取れるっしょ。ダメか、キャプツバに。あーテニスの王子さん、マジか。数字どこまで減った。あ、ゼロまでいかなかったか。放置、うん、なぜか中学生が放置。よっ、できる子、森崎できる子だった。このゲーム森崎の株を上げるゲーム、もしかしてまさかの。やりよる。まだ時間あるね。稲妻、あ、もっとやばいものをMOM って何。伊沢は体力満タンだから。それコラでしょ。さすがにコラージュですよ。よし、いいね、ここから。マジで、あ、いいよいいよいいよ、そう、間違いない間違いない、それでいいんだよ。だからそれをやめてくれ。何それ、どれ、稲妻イレブンだ。キスギは体力、翼、あ、翼めっちゃ体力あんじゃん。お前仕事しろや。バツ回る、バツ、へえ。なんで。あ、そうなんだ。あ、そうか、さあ、ある。手の でっかい手出したりして。あ、そうだろうね、つまんないとは思う。一撃、奇跡も行こう、行こうよ、ハマシュート。お前ならいける、今のお前ならいける。あー、まあ早いよタイミングが。ダメだー、ごめん、俺が悪かった。さすがポスト、よし、いける。数字的に勝ってる。立ちそうだね、立花はまだ今、ソーダくんだから。くしょ、お前伊沢で行こうぜ。カナインかい。お、出た、こいつもしかして入れるパターンじゃね。楽しいけどなんか違う感じ。それは何、いない、あ、いない例がね。四角四角なんだ。
いいじゃないですか。2センチ近いけど、まあ無理か。無理だった。音がやべえんだけど、音速超えてる感じになっちゃった。タッチ、それ任せろ。無理だ。あとは任せた。もう20秒だし、頑張れ。ああ、ああ読まないな、大丈夫。お前ならぶち破れる。ああまだだ。翼、あ、無理、来すぎてもいいけど。翼いけ。届くの？届かなかったけど届いた。オフサイドじゃねえか。オフサイドだった。マラドーナってそうなんだ。戻らない。キャプツバにもあるんです。もう2回クリティカル出ちゃった。じゃあ、あ、シュートってないんだこの人。シュート禁止らしい。来すぎ。うん。もうでもないな時間が。勝った。あ、そう。見すぎくん。しかし南葛相手によくここまで健闘した。4対0だぞ。